福井家型補給艦は中国人民解放軍海軍の補給艦の艦級に対して付与された NATO コードネーム。人民解放軍海軍での名称は903型総合補給艦。人民解放軍海軍では1970年代末に複製型補給艦3隻を建造し本格的な洋上補給艦の運用に着手した。このうち2隻は 1980年に行われた大陸間弾道ミサイル発射実験の一環として観測艦隊に参加してフィジー沖の南太平洋に派遣されて本格的な外洋作戦行動を行っておりもともとこの任務のために建造されたとする見方もあるその後1980年代にさらに2隻が追加建造されたもののこれらは間もなく退役し 4番艦は1987年にパキスタン海軍に売却され、3番艦も1989年に商船として転用された。その後、1996年にはウクライナ製のタンカーを購入し、海藻の上で南蔵として収益させたが、16ノットと鈍速だったために本格的な艦隊随汎用としては不十分であった。一方、 上海市の湖東造船省では1994年より太陽国海軍向けの補給艦としてシミランを建造していた。これは人民解放軍海軍用の新型補給艦として設計されていた試案をもとに大海軍の要求に応じて改正したものであり北大西洋条約機構の基準に基づいて建造されていた。本型はこのシミランをもととして 人民解放軍海軍向けに再設計したものである。計画は1999年より着手されたが、シミランの実績があったことから順調に進展し、2002年より建造が開始されて、2005年までに2隻が収益した。これらの艦は2008年末から開始された、ソマリア沖海賊対策に投入され、洋上補給を支えたが、この経験から、 洋上補給能力を強化する必要性が通感されたことから2013年よりさらに改良型7隻が追加建造された。蒸気の経緯より本型の船体設計は概ねシミランと同様のものとなっており前方の環境構造物と後方の煙突を含む上部構造物に2分された上部構造物の配置や朝鮮手楼型という線形も同様である。ただし、 先導後部は延長されて、艦内容積を増しているほか、ヘリコプター艦パンカの偽装に際が生じているため、艦尾の形状も異なっている。このほか、幻想を設けているのも、そういった点である。主機艦は、シミランと同構成で、V 型16機頭のセムットピルスティック 16PC、2から 6V400 ディーゼルエンジンを2機搭載している。また、推進機は、 カメは射精の可変ピッチプロペラである。なお、船体設計については、904型輸送艦、920型病院船にも流用されていると見られている。兵装として、環境前及びヘリコプター格納庫上に、H-PJ-76F37mm 連装機銃、各2機、合計4機を装備している。タイプシップのシミランと同様の置置だが、 同艦では設置スペースのみで装備されないままとなっているのに対し、本型では、心臓時より搭載されている。また、ソマリア沖海賊対策部隊に参加した艦では、新しい遠隔操作式の HPJ-1530mm 単装機銃を搭載している。レーダーとしては、広報用のほか、対空対水上捜索用の354型レーダーを装備している。 可能性がある。ありがとうございます。